将棋将棋の先鋒拒否車拒否車船囲い急戦、山田城石山田城石は、将棋のい飛車隊ぶり飛車隊後継の城石体系において、最も基本的な先方の一つで、山田道義が考案したとされる。一飛車船囲いから島飛車に急戦を仕掛ける、拒否車船囲い急戦の一種。五七銀左急戦の基本図から、四三銀と上がらず三二銀と待機している後手に、 対し、二筋突破を狙う指し方。当時四三銀は早地掛けへの対応が進んでおらず、三二銀型が主流だった。町でとして五四歩、六四歩、一二項が考えられる。基本図から五四歩に対して、後日の三五歩からの斜め棒銀の仕掛けは成功しない。これに対し単角戦法が考案された。九七角と除き四一比を強いる。対して、 角頭からの攻めを避ける8六角と、1手早く二筋を攻める7九角がある。第1から1図より、9五歩を防ぐために8六角と出て、4三銀に6八角と引く。すると通常ならば二二飛と受けられるものを4一、飛とされているために、4五歩六,六六銀の交換の後二筋が受からない。第1から二図か四二飛に四歩同歩同角、二二飛が一例。 三三角なりと取ると二八ひなぎと抜かれるので二五歩と紐をつけるが、後手は四四角と軽くかわす。第一から三随か六八角には二六歩に四歩となるのが普通で、拒否者が難しい。一筋の歩を付き合っていなければ、一五角とこちらに引くのが有力。これは二六の歩を角で取ってしまおうというもの。したがって八六角と出た手で四三銀に変えて、一四歩とする手もある。 第一から一図より八六角に変えて七九角と引き、四三銀六六銀四二飛とし、八六角型より一手早く仕掛ける順が開発された。それでも第一から四図以下、に四歩同歩同角に二比に五歩に、角交換に応じず四五歩とされ、以下三三角なり同形に四歩には2五歩、四六歩には四四角と交わされると大したことがなく、やはり難しい形成。 ただし、後手人がもし1に高型ならば、この変化であると3三角なり同型で1、一角が生じる。したがって、先手拒飛車側は、戻って第1から4図より、一旦3七桂と跳ね、4五の歩を狙う指し方が見られる。もし4四銀ならばに4歩から1角銀の2枚替えを、狙う。また、第1から2図の1手前の6八角に変えて3。 7銀としてから6八角として2四歩を狙う差し方もある。前述の変化での2六の歩をタイミングを見て取ってしまおうというもの。また8六角マイナス6六銀型のままで3七銀として気を見て3五歩同歩4六銀の右銀速攻を狙う差し方もされていた。なお、9七角と除いた後の4一比に変えて4三比と浮く指してもあって、これは もし3、1角なりならば4、2、銀として、馬を取ってしまおうというもの。そして、角を、結果的に封じ込めることで、相手の攻めも緩和している。基本図から、後手の左銀待機に対して、3、5歩と突き捨てるのが、現在でも主要変化の一つである対しまひし斜め棒銀である。以下同歩に4、6、銀と出るのが手順で、単に4、6、銀、3、5歩と手順前後すると、 四五歩の常用手段で反撃されて失敗する。四六銀には三六歩と突き出すのが、負の補充と、右、桂の活用を許さずに、先手への反撃の足掛かりを作る、一石三鳥の手筋。三七歩正のなり、捨てを同銀と取れるのが五七銀左型の強みで、三六歩には三五銀と進出する。このままに四歩を許すわけにはいかないので、四五歩と、 角交換を挑むのが振り飛車の常用手段である。第二から一図は六四歩型のもの。後手から八八角成とされると同玉の形が悪いので、三三角成と一飛車から角交換し、同銀と進む。三三同銀に対して、すぐに2四歩は同歩同銀同銀同飛三三角と反撃される。二一飛成に対して九九角成ならば八八 銀と被せて戦えるが、22飛とぶつけられると同飛同角の後に99、角なりが残るため、振り飛車に飛車を先着されてしまい、強飛車がはっきりと不利である。そのため33三三同銀に対して77角の筋に先着するのが手筋。63歩型ならここで6四角と打ち返す手があるが、64歩型なのでそれがない。ここで有力なのは5四角と6五歩で、4一飛もある。 五四角は二四歩同歩同銀に対して三七歩正、同銀に七歩同飛四六歩などの反撃を含み、二一桂にも紐をつけている。また、桂を入手した後に七六角七五桂の攻撃も見ている。先に二六飛と浮くのが手筋。以下は一に五二に四歩同歩、同銀同銀、同飛に単に二八歩か四六歩で、同飛三七歩正同銀に七銀四八飛。 三八歩四九飛七六角二八歩三九歩星同飛三六歩二七歩三七歩星同飛四六飛が変化の一例六五歩は次に六四角と打つのが狙いである二四歩同歩同銀には四四銀と交わすのが手筋二三銀歩なりとして次に三四銀なりを狙うがそこで六四角と打たれ二六飛一九角なりなどが変化の一つである 四一飛はあらかじめ飛車の当たりを避けておく手で、右翼を軽くする手。いずれも形勢は難しい。玉の硬さが違うため、やや飛車が刺せる程度では、実戦的に飛車が勝ちにくい。イメージと読みの将棋感でも6名の騎士はいずれも後、手玉が硬く、実際には小手が勝てるとしている。渡辺明は、同じ急戦なら棒銀の方がずっといいとし、また藤井武氏は、 先手の方が受けに自信がないと大変としている。羽生義晴や佐藤康光は結論が出ていないので結構いい勝負で有力と見ている。数字的には平成以降から2008年までには14局刺されて先手が8勝6敗となっているという。なお、基本図からの64歩35歩に同歩と取らずに43銀として下記の振り飛車43銀型で対処する刺し方もある。 また、大山康春が指したことで有名な三五歩に、同歩と取らずに四三金も知られる。一者が、基本図から六四歩に対して、すぐに仕掛けず、六八金城と様子を見るのも有力な手。ここで、後手は五四歩、四三銀、一二甲、一四歩などがあり、どれも一局。六八金城に対して五四歩や一二甲の場合、詐欺の宮城石に移行するか即時に二四歩が、 実践的である。五四歩、または一四歩期、先手島飛車のような位、飛車自人格の反撃には、それぞれの三角や一三角として反撃する、狙いがあるので、先手が損である。したがって、自人格を打たずに直ちに二四歩と仕掛ける。同歩同銀に同銀ならば同飛三三角、二一飛なり二二飛同流同角となり、以下六六カツラ八飛二一飛二九飛なりなど。 正しい四4歩の場合は、さらに 74K 同歩2にひなり同流後、5角64歩2に角なりに九広六6馬から3、31比と、差し手が続く。74歩、または63近畿本図から同様にせめての33、角なり同銀に対して、直ちに24歩の仕掛けが成立し、はっきりと言い、飛車優勢になる。同歩同銀に同銀ならば、上記の手順で進んだ際に、 7四歩型ならば6六桂つら、6三金型ならば5五,五桂と先手で角道を防げるため、2三飛と先着できる。このために四歩の仕掛けから同歩同銀にはいずれも、振り飛車側は3四銀と交わして対処することが多い。以下進行例として3五歩4三銀2三銀、不成四,四,四角5角同角同歩4四,四角、7七角3五角3八飛4六歩3六。 日産4歩に2歩に8歩37桂に9歩制、二1歩制19と25かつら56甲など。4 3銀4 6銀左先方に移行するが、第2から小図の64歩53歩型で3に、銀とした場合従来の37桂に6飛の、他に5五銀と出て64の歩を狙う指し方もある。63金とさせて、そこで35歩とすれば、上記の斜め棒銀と同様の攻撃方法になる。 64歩五4歩には、詐欺の宮城石、高見野を目指すのは、無理筋、64歩の瞬間に仕掛けられても先手ペースということで、変えて54歩が注目されるようになった。これに対して3個ほ歩ど、546銀36歩、45銀45歩,歩3三角なり同銀と、斜め棒銀で仕掛けると、7七角の自陣角に対しては5三角の切り返しが通打で、固手優勢となる。 以下に四歩同銀同銀に二七歩で飛車が捕まる。よって角は打てずに単二に四歩と攻めるが、同歩同銀に同銀ならば、同飛三三角に一飛なりに二飛同流、同角となり、さらに七七角ならば同角同桂に二七飛と先着され、後手有利。従って、山田定石には5四歩が正着と思われるようになったが、上記の単角戦法や、 サギの宮城石の研究によって被写側も対策していく。やがて四三銀型が見直されるようになると、玉刀銀の可能性を消す五四歩は少なくなっていった。六四歩も五四歩も保留する一二項は、角筋をあらかじめ避けておく意味がある。これに対しの舐め棒銀で仕掛けていくと、三五歩同歩四六銀三六歩四五銀、四五歩三三角成同銀に四歩同歩。 同銀二同銀ならば、同飛三三角に一飛なげ二二飛同竜、同角には六六桂つらが、攻防の受け。二七飛に一飛に九飛なりと自然に手を進めれば、狙いの七四桂が決まる。以下同歩の一手に二二流同流五五角の、大手飛車がかかるので、五四歩か六四歩の一手は必要だと思われていた。その後に四歩同歩同銀と銀をぶつけた時に、三四銀と交わす荒手が現れ、 以下3五歩4三銀と進むと先手は飛車先が重く、形勢は互角。6八金上で仕掛けを遅らせても5四歩と待たれ、いよいよ攻めが決まらなくなる。5四歩一二項型は、詐欺の宮城石にも、万全の構えで、有利を築けない。拒尾車は穴熊を志向するようになり、3二銀型への急戦は減っていった。同時に、穴熊への対策として、 フジ E システムが考案されると、後手は4三銀型で待つことが多くなった。先手島飛車の場合、振り飛車が基本図から一手を多く指すことができ、早くに4六歩と5六歩両方の手が入る。このため端角戦法が間に合わず、斜め七五歩からの仕掛けも第四から一図のように後、七角が生じて、後手振りになる。そこで、後手拒否者側は、 自人格を打たずに八六歩と即時の飛車先突破を図るか、四二金など止まって、様子を伺うことが多い。四二金の時、振り飛車側も四七金、または三六歩などと指して待っていると、三六歩型は前日の手順で、斜め棒銀で攻められた際、上記と同じように進めると桂馬で角道を止められて、しまうし、四七金型は三五桂などが生じるので注意が必要。 従って8六銀の際に同銀同飛七、七角を狙わずに七六銀と交わす手が用いられる。なお、8五歩七七角を決めずに八八角のままに、させ手の七五歩の仕掛けもある。この意味は、以下同歩六四銀七四歩であれば、第四から二図のように六五銀として、次に七四銀の交う型を作る意味である。山田道義は四三銀型の角銀中飛車に、 対しても3五歩からの仕掛けを研究しており、島飛車に対する4六銀右先鋒と同様、塚田康明が中飛車に対して得意としていた。対中飛車基本図の前の局面で5手が5四歩に変えて3二金ならば、3七銀の棒銀対中飛車や4六歩4七銀3八飛とする3八、8飛先鋒などが検討されている。 対中飛車基本図のように54歩の場合は35歩で、いかご手の差し手により変化が分かれる。仮に同歩ならば46銀に、後手は36歩、または34銀などがある。この他32金ならば34歩同銀38、火からの棒銀と、32火ならば46銀として、46銀左先方と同様の手順となる。なお、数のように三間飛車先方以外の島飛車や、 向かい飛車でも仕掛け自体は成立し、その後の展開は、後手は三二の地点に飛車を展開することが多いので、中飛車と同様になる。また三二金や同歩四六銀三四銀の場合はそのままの位置で戦いが進められるが、後手の飛車の位置が異なるだけで進行は中飛車と似た展開となる。島飛車に対する三五歩同歩四六銀で三四銀の場合は、 先手の有利な局面として、かつて、将棋世界1983年3月号で、上席実験室のシリーズ企画で、堀口孝二対、室岡勝彦で指させている。途中、島飛車側が優勢となったが、結果は先手が勝利している。同じ年に、同一の局面が加藤ひふみ井、米長国夫が公式戦で指され、この時は難解な局面となり、 後手島飛車側が勝利している。後三銀型島飛車の例では、1983年度の第七期起用戦、第三局、米長国を VS、大山康春戦がある。先手三六歩二五二金とせず八二玉としたことから、先手の米長は五七銀左から三二金に三五歩の、急戦を実施。以下同歩四六銀三六歩三五銀四五歩。 三三角なり同金に四歩六四角に六比、二四歩同銀と、先手の速攻策を成功させている。ありがとうございます。